今回は企業年金と確定拠出年金の論点について解説したいと思います。ここでは確定拠出年金についてしっかり理解していただきたいんですが、これから公的年金以外の年金についていろいろと学習していくにあたって、まずは年金のタイプについてお話ししておきたいと思います。 年金には確定拠出型と確定給付型の2つのタイプがあります。年金は現役時代に掛け金を拠出して、それを運用して老後に備えるという仕組みですけれども、確定拠出型は名前の通り、拠出が確定しているタイプです。つまり、毎月の掛け金の額が確定しているだけで、運用の成果は保証されておらず、 将来の給付額は確定していませんから、加入者が運用リスクを負います。一方、確定給付型は将来の給付額が確定しているタイプです。年金制度を運営している会社は、予定よりも上手に運用することができれば財布が潤うんですが、運用に失敗してしまうと、追加で未然に起きらなくてはいけませんから、財務に悪影響を与えるリスクがあります。 文字通りの意味ですから、きちんと違いを押さえてください。それでは今から確定拠出年金についてお話ししていきたいと思います。まずは年金の体系図で確定拠出年金の位置づけを押さえておきますと、確定拠出年金は公的年金の給付に上乗せして老後に備えるもので、ほとんど全ての国民が加入することができますから、 国民年金や厚生年金保険の上の部分の話です。続いては、確定拠出年金の概要について。確定拠出年金には、企業が掛け金を拠出する企業型と、個人が掛け金を拠出する個人型があります。個人型の確定拠出年金は、いでこの愛称でも知られています。 これらは一定の年齢要件を満たしたほぼ全ての国民が加入することができて、現役時代に賭け金を拠出して、加入者がそれぞれの判断で運用して、将来の老後資金とするという仕組みです。ちなみに、個人型と企業型の違いは、誰が賭け金を拠出するかの違いで、どちらも運用は加入者が行いますから、 企業型は企業が運用するといった勘違いはしないように気をつけてください。加入者の属性ごとの拠出限度額はテキストや画面にある通りです。国民年金の第1号被保険者は公的年金だけでは将来の備えが手薄なので国民年金基金の掛け金などと合算で年額81万6000円まで拠出することができます。第2号被保険者は 勤務先に用意されている制度によって差があります。第1号被保険者については、確定拠出年金に入ろうという語呂合わせで81万6千円。第3号被保険者は、奥様も加入者になろうという語呂合わせで27万6千円と覚えてください。また、確定拠出年金は、節税制度の側面が強くて、 昔は公務員は加入できなかったんですけれども、制度が変わって加入できるようになりましたから、公務員の人たちも一緒だよという語呂合わせで、公務員や企業年金がある会社の従業員は14万4000円と覚えることもできます。ちなみに、限度額いっぱいまで拠出するのは個人の勝手なんですけれども、確定拠出年金の年金資産は 原則として60歳まで換金することができませんから注意が必要です。続いては確定拠出年金の仕組みについてお話ししたいと思います。まずは企業型の確定拠出年金について。企業型の確定拠出年金の加入対象者は、企業型年金を実施する企業に勤務する従業員で、 必然的に国民年金の第2号被保険者となります。掛け金は事業主が負担しますが、規約に定めた場合は、加入者も拠出することができます。これをマッチング拠出と言います。次は個人型の確定拠出年金、いわゆる IDECO について。これは、加入者自身が掛け金を拠出するタイプで、加入対象者は、 国民年金の保険料の免除を受けている人以外の65歳未満の人というイメージで、ほぼ全ての国民が加入することができます。なお、企業型年金の加入者も個人型に同時加入することができます。それから、確定拠出年金の老齢給付金は、60歳時点で通算加入者等期間が10年以上あれば、 60歳から受給することができるんですが、受け取りを遅らせる場合は、遅くとも75歳までには受給を開始しなくてはいけません。なので、最も早くから受け取る年齢と、最も遅くから受け取る年齢が、公的年金を最大限繰り上げたり繰り下げたりした年齢と一致します。で最も早くから受け取る場合については、老齢年金に 十分な上乗せを確保しようという語呂合わせで覚えてください。なお、受給の際には、年金か一時金、またはその併用を選択することができます。続いては、確定拠出年金と税金について。詳しくはタックスの分野で学習しますから、現段階ではきちんと理解する必要はありません。タックスの論点の学習が終われば復習してください。 では、まずは掛け金の課税関係についてですが、企業型年金で事業主が拠出した分は、全額損金参入されて、加入者が拠出した分は、企業型と個人型を問わず、すべて小規模企業共済等掛け金控除の対象になります。要するに、掛け金は全額経費になるということだと思ってください。そして、老齢給付金は、 年金形式で受け取ると雑所得になって、一時金で受け取ると退職所得になります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。